ここは山口市の奥にある明王の滝です。明王の滝、これ明王の滝じゃない？あ、明王、不動明王だよ。ここはね、なんか違うよね。なんか違うね。涼しいね。涼しい。いや、ここに来るまでが結構ね、山道でね、ガタガタしてね。そうよね。これ誰もおらんのかな。おお。賽銭箱を取られましたけど。嘘。え、マジで？あ、マジで？左左下。取らないでくださいって。うわぁ、けしからんね。ちゃんと、あー、取られたんだね。あらぁ。はい、ここで取られた。ここで収めよう。お、じゃあちゃんと記憶に残しておきます。OK。メモトがいくら収めるのかな？ 5円。100円でしょ。お、大金じゃん。またまた、乗船。おぉ、あんま、なかった。あとで再生ボタン取んなよ。何で俺が入れたやつ取らねえんだよ。犯人でした。いいヒートアピール。いいヒートアピール。失礼な。ほう。すごいね、これ。あ、これはもしかして坂道になってるパターンかな。じゃあ俺ちょっと上まで行けんわ。どうぞ。マジで？うん。そう。山くんは脱落です。うん。いや、これは結局何があるとね。滝や。滝がある。うん。すごい、なんかあれやね、隠れスポット的な感じよね。なんか見て、上にお地蔵がおる。あ、お地蔵さんが。そうだね。うん。なんで。この辺は河野くんが詳しいんかな。いや、すごいな。これ珍しいんじゃない。おお。すごい、かわいい。亀地蔵。亀地蔵って。これは珍しいね。見て、こびてない、小地蔵。すごいね、あれやって。小像が、小像が。地蔵ですらないって。見て、なんかいいね。あ、すごい、すごいすごいすごい。おお。妙がおる。これ？あれ？あれあれ。不動明王。それでか。で、これ滝か。これが滝なんやね。すごい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 。滝行できそうやね。滝行。やってみる。あ、書いてるね。何ですか。あ、でも書いてる。これより結界付き土足で脱いでお帰りくださいませ。じゃ入ってもいいってことね。入る？いや、入ってもね。おお、いっぱいおるね。あ、トイレもあるね。まさかのトイレ。で、なんで名前が書いてあるのかな。平成18年って書いてある。平成18年。古い。古いね。いやー、これトイレじゃないやろ。上のさ、上にあるあの地蔵がポツンってある。あるね、うん、これなんか書いてあるね。なんて書いてある。
毘沙門天真言恩米州マンダヤソワカ、まあ河野君に聞いてくださいっていう。まあおそらくここで広まりじゃないかと思うけどね。ほらもう道が上にあるよ。あれ道なん、うん、こう上がれるんじゃないかな。でも分かんないね。上がってみる。いやいやもうええもうええ、うん、まあ一応でもここの滝がメイン、うん、ここがメインじゃないかと思う。そうだね。まあさすがにこれで滝行は難しいやろ、うん、はい。まあこんな感じですね、うん、なかなかの秘境というか、うん、隠れスポットですね。あれだね、パワースポットみたいな。あそうだね、癒し系の。あんまり知られてなさそうだね。これは知らないやろ